増田ダトは、日本の声優、俳優、歌手。広島県呉市出身、トイズファクトリー所属。2008年、上京し、東京アナウンス学院放送声優科に入学。2009年、在学中、ミュージカルテニスの王子様、雪村正志氏役で、俳優デビュー。2010年9月、スペースクラフトエンタテインメントの所属部門を、メンズトラントセクションから、 声優部門に移動。10月より、ラジオ、A、A&G アーティストゾーン H のアシスタントパーソナリティとなり、声優として活動を開始。2011年4月、遊戯王ゼアルの熊代亮、木早役でテレビアニメ初レギュラーを獲得。2011年10月、文化放送、細谷義正、増田俊樹の全力男子のパーソナリティとなり、 2012年2月に番組から誕生したユニットマックスボイスとして CD をリリース。2011年11月より恩師である早見進む原作の SSDS スーパースタイリッシュドクターズストーリーでは新田竜之介役として参加。その後2012年 SSDSI の究極診断では同役でアシスタントを担当。 2015年からのリニューアル版では、早見進むとともに、メイン MC を担当し2019年4月に番組を卒業するまで、約7年間にわたり出演。2012年、ヌードマウス山下俊也役で舞台初主演。2013年、サムライフラメンコの狭間正義役で、テレビアニメ初主演。 2016年3月6日、バースデイイベントの趣向を変え、自身初となる、構成、脚本、演出のプロデュースを手掛けた、お前と芝居したいんじゃ。アクと例が開催され、成功を遂げた。2017年、逆2.5次元プロジェクト、サビ色のアーマーにて W 主演の小田信長役で5年ぶりの舞台出演。2018年7月31日、 スペースクラフトエンターテインメントを対処し、フリーでの活動期間を経て、同年11月1日、レコード会社であるトイズファクトリーに所属。2019年、初の自身名義の CD、This One をリリース。趣味は、ゲーム全般、料理、食べ歩き。特技は、ゲーム、水泳。家族構成は父、母、弟。好きな漫画は、荒川広具の、 鋼の錬金術師や鈴木博士の作品など、子供の頃から役者に興味があり、高校生の時に見たコードギアス反逆のルルーシュでアニメに興味を持ち始め、天元突破グレンラガンを見て声優になりたいと思うようになった。もともと声優志望であったが、専門学校時代に仲良くなった先輩の影響で舞台にも興味を持つようになった。声優業の師匠は早見進む。 声優としてデビューする前からレッスンを受けており、早見の企画に出演している。パワースポットを訪れるなど、スピリチュアル好きである。音楽ルーツは、ギターロック。2021年9月29日に発売予定の、セカンドアルバム、オリジンでは、ギターロックを中心とした、新曲10曲が収録されている。太字は、メインキャラクター。は、インターネット配信。 インターネット配信ありがとうございます。